タイ国際航空261便墜落事故とは、台湾国発スラートターニー行き国内、定期旅客便のタイ国際航空261便が1998年12月11日に着陸侵入中に失速して墜落し、乗客90名、乗員11名の合計101名が死亡した航空事故である。タイの航空機事故調査委員会は事故の調査を公開した。 調査はパイロットらが方向感覚を失っていたことを明らかにした。視界は限られており、ストレスが乗員に機体の制御を失わせた。AAIC はまた、スラートターニー空港の小規模な照明装置と機体への不完全な警告を指摘した。この事故は2014年初めの時点でタイで発生した航空事故でラウダ航空004便墜落事故に次い2番目に、 大きな事故である。これは A310 型機が関与した5番目に最悪な事故であり、4番目の全損事故である。また、大国際航空を含む5社が1998年に航空連合スターアライアンスを創立しており、この事故はスターアライアンスの歴史上初めての死亡事故ともなった。機体記号 HS ティアの事故機はエアバス A310 から204型機であり、 製造番号は415。以前はエアバス社の試験飛行のために F アワビーとして登録されていた。機体はピツニューロックと命名され、1986年3月3日に初飛行し、大国最高クルには同年4月29日に引き渡された。261便は乗員14名と乗客132名を乗せていた。オーストリア。 オーストラリア、イギリス、フィンランド、ドイツ、イスラエル、日本、ノルウェー、アメリカ合衆国からの国籍を含む外国人25名も登場しており、その他の乗客はタイ人であった。乗客の中には、運輸省、ステープ・トゥアクスパンの家族やタイの俳優喧嘩歌手、ルー・アン・ザック・ロイッチ・サック、スラート・ターニー出身の国会議員、サワット・ウィチェデットがいた。機長の飛行時間は、 エアバス A300 から600及び A310 型機での約3000時間を含む1167時間であった。A300 と A310 は別個の機体であるが、エアバス A300 の派生型マイナス600は A310 とほぼ同じコックピット設計を有する。副操重視の飛行時間は A300 から600及び A310 型機での 約983時間を含む2839時間と報告されている。261便は、タイの寒い島人気リゾート地の玄関都市、ムアンスラートターニーン,ンへ向けて、現地時刻17時40分に、乗員14名乗客132名を乗せ、タイのドンムアン空港を離陸した。同便は、 フライトレベル310での飛行を許可され、推定飛行時間は1時間と55分であった。当時のタイは1998年、アジア競技大会を主催しており、そのため多くの学校が休校していた。多くのタイ人はリゾート地に赴いていた。18時26分、副操縦士が着陸侵入のためスラートターに完成に連絡した。その際の261便は、 到着空港から70帰りに位置していた。スラートターニー空港は、景気飛行基準下での進入を同便に許可した。空港の天候は、良好な視界と、穏やかな風であり、好条件であった。18時39分、261便の位置を、副操縦士がスラートターニーに報告した。スラートターニーの管制官は、滑走路十二の右側の進入が、 機能せず、左側のものを使用中だと述べた。2分後に261便は着陸を許可された。パイロットらは悪化しつつある、気象条件のため滑りやすい滑走路について警告された。18時42分、滑走路が死認され、パイロットは機体を着陸させようと試みた。彼らは2度目の侵入のための着陸また行を決定しており、 261便は2度目の着陸を許可された。しかしこの時、パイロットらは滑走路が見えず、もう一度着陸また行を選択した。19時5分、パイロットらに認識されていたその地域の天候を彼らは通知された。天候は荒れており、指定は1500メートルから1000メートルにまで低下していた。 パイロットらは乗客に荒れた気象条件について知らせて三度目の着陸を試みていることを公表し、もし失敗した際はダイバートし、バンコクに戻ることを告げた。着陸また行の間、機体の向かい角は18度から40度へと徐々に増大した。機体の速度は下がり始め、機体も揺れ始めた。261便は失速状態に突入していた。揺れ始めた際、 乗客たちが叫び始めて座席から飛び出し、報告によれば荷物がところ構わず飛び回ったと生存した客室乗務員は物語った。261便は冠水したゴム園付近の沼地に墜落して爆発し、突如炎上した。墜落現場は滑走路から760ヤードに一致していた。搭乗者の多くは腰までの深さの水で溺死した一方で、 生存者は残骸から逃れるために泳いだ。生存者救出のため、地元住民は墜落現場に急行したが、捜索救難作戦は沼地上の墜落現場により阻まれた。生存者の多くは機体の全部に着席していたと救出者は報告した。400名以上の兵士と警官が救助作戦を支援するために展開された。12月12日までに、 救助者は墜落現場から100名の遺体を回収した。人的資源の引き伸ばしは、スラートターニー空港に仮設の遺体安置所を配置させた。遺体はメインロビーに置かれ、行列を作る乗客を考慮して遺体袋が開けられた。遺体の多くは原型をとどめないほどに焼け焦げており、身元確認の過程を困難にさせた。国内便には書類への必要事項記入が、 不要であるという事実によっても犠牲者の識別は妨げられた。最後の犠牲者が回収された後の12月13日に救出作戦は中断された。合計で両パイロットを含む101名の乗員乗客が墜落で死亡した。45名が生存し、うち30名が重傷により苦しんだ。生存者の中には12名の外国人とタイ人の俳優喧嘩主。 ルーアンザック・ロイッチ・サックがいた。ステープ・トゥアクスパンの家族や国会議員、サワット・ウィチェデットは死亡した。261便のブラックボックス捜索は直ちに実行されたが、墜落現場の地面の状態のため、捜索は当初阻まれていた。捜索救助班によって、最終的にフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの両方が見つかり、 さらなる調査のために墜落現場から持ち出された。読み出して分析するため、両レコーダーはアメリカの国家運輸安全委員会に送られた。残骸の一部が回収され、タイの捜査当局による追加の調査のために現場から移送された。事故機の製造者であるエアバスは、事故調査においてタイの当局を支援するため、専門家チームを派遣することを発表した。 事故の当初の余波において多くの者は天候が事故の主因を果たしたと考えた。報道によると台風16号により引き起こされた激しい暴風雨が261便の着陸前に存在していた。複数の生存者及び犠牲者の親族が天候は着陸にとって好ましい条件でなかったにもかかわらず空港に着陸するというパイロットの決断に疑問を呈した。 航空会社当局は、その地域の気象条件が荒れている場合には、パイロットは着陸すべきではないという、会社側の手順に従って飛行する、要運航乗務員に指示していた。捜査当局は、パイロットエラーの可能性を除外せずに、悪天候が事故の推定原因と述べた。その他の考えられる原因もまた調査された。報告書は、 スラートターニー空港の滑走路には肝心な経路、誘導システムが不足していたことを明らかにした。空港当局は無線式の経路誘導システムは正常に作動していたとコメントするのみに止め、問題についてそれ以上のコメントは拒否した。対当局は、軽機着陸装置と呼ばれる経路誘導システムの一部が空港の拡張計画のためにオフラインにする必要に、 迫られていたことを確認した。システムはオンラインに戻される予定だったが、その後のアジア通貨機器がそれを延期させていた。対空軍のあるパイロットは、ILS の除去によって操縦者は、精度の低い無線式の経路誘導システムを使わねば、ならないと述べた。事故の同年、大国際航空はその外国人パイロットの人数を減らし始めていた。同社の副社長、 チャムロンプーンプアンは、パイロットらは最新の注意を払い訓練するために、教育されていると述べた。同時に彼は、不況のために会社側が、燃料節約策に着手していたことを認識していたが、安全性が損なわれている場合には、航空業務は果たされるべきではないとした。同社の会長タムヌーン・ワンリーは、安全は我々最高の優先事項だ。我々のポリシーと発生した事故は、 二つの別々の事象だと強調した。タイの AAIC は事故原因を以下のように結論付けた。熟慮の結果、対王国航空機事故調査委員会は事故機が以下により引き起こされた可能性のある失速状態に入ったために当事故が発生したとの結論に最終的に至った。雨による最低指定以下の中、パイロットは空港への侵入を試みた。 侵入図に表記されているような VOR 経路をパイロットは維持できなかった。すべての侵入において機体は VOR 経路を外れて飛行した。パイロットはストレスの蓄積に苦しみ、機体がその状態に突入するまで状況を認識していなかった。パイロット教育用にエアバス社から提供されたワイドボディ機の異常状態回復に関する文章を パイロットが知らされていなかった。照明装置と侵入路が停止人生での侵入を支援しなかった。フコム・ヤームに記載されている通りに失速警報やピッチトリムシステムが完全に機能しなかった可能性があった。大国際航空は事故の影響を受けた遺族に対して損害賠償金を提供した。会長のワンリーは墜落事故の犠牲者101名の 核心類が10万ベイドルの保証金を受け取る一方、45名の負傷した生存者は、それぞれ20万バーツの賠償金を受領することを記者会見にて述べた。同社は彼らの医療費を負担した。ありがとうございます。